ドジャースが大谷翔平投手の通訳を務める水原一平氏を解雇したと、米ロサンゼルス・タイムズ紙が20日に報じた。水原氏は大谷の資金を盗用し、違法賭博に関与していたとされ、大谷の代理人が告発した。報道によれば、水原氏は少なくとも450万ドル、約6億8000万円を盗んでいたという。ドジャースは解雇を20日付で認めたが、水原氏が負債を負った先は連邦捜査課にある南カリフォルニアのブックメーカー事業だと伝えられている。水原氏はエンゼルス時代から大谷の通訳を務め、大谷の移籍後も支えてきたが、この件により彼のサポートが突如終わることとなった。もし水原一平氏に関する報道が事実で、違法なスポーツ賭博に大谷翔平選手の数億円を原資にかけていたとしたら、日本で裁かれる場合は業務上横領ないし窃盗罪と賭博罪となり、数億円のお金を損害賠償できなければ一発で実刑になる可能性が高いです。大谷選手のプレーに影響が及ばないことを祈るばかりです。大谷選手、水原通訳及びドジャース関係者を取材し、確認することなくコメントするのは心苦しいが、これが事実だとすればとてつもない影響が出ることは必至だ。昨日には韓国で行われたパドレスドジャース戦でもベンチ入りしていたわけだ。この一件が大谷選手のプレーやメンタルな部分に影響ゼロとならないのは明白なわけで、ファンの方々もそのあたりが心配なはず。今後球団など関係各所への取材が進み、次事実が明かされていくこと、現在は待つしかない。ドジャースに行ってから少し痩せたし、気を使うことが多いからかなと心配していた矢先のことです。ショックです。お金は人を狂わせるって本当なんですね。大谷には影響は出ないと思うけど、一平さんの奥さんがかわいそうです。ロサンゼルスタイムズの記事読みました。違法なブックメーカーにかけるために大谷の資金を窃盗したという表現で報道されています。事実なら衝撃的な内容ですね。事実かどうかまだわからないけど、ショッキングです。日ハム時代から一緒にやってきて、メジャーに堂々させ、ドジャース移籍の時もずっと一緒にやってきた間柄、公私にわたって過ごされた名コンビがこんな結末を迎えようとは誰が思いますか。ある種金の切れ目が縁の切れ目と言いますか、金が絡むとこのような素晴らしい関係もあっけなく終わるのですね。まずは今日ドジャース公式がどう発表するか、大谷サイドの公式発表がどうか注視します。昨日のドジャースのロッカールールでみんなの前でギャンブル依存症だと水原さんが告白したと記事になってます。ただ野球には賭けたことはないと ESPN のインタビューに答えてるみたいで、サッカーやフットボールだし、痩せ方、翻訳時のミス、大谷選手との距離感、山本投手の試合中の通訳もするということで忙しいからとばかり思っていました。大谷選手の心情を思うと辛いですが、一番は水原さんの奥様が心配です。大谷の家族はじめ周りはみんなお金にクリーンな人が多いイメージなだけに残念ですね。水原さんと結婚してメディアにも顔がたびたび映ったあの新妻も気の毒だ。大谷の精神的ショックも大きいだろう。デコピンとマミコさんでしっかり支えてあげてください。本当に残念だね。違法賭博に関わっていて大谷翔平選手の資金からも使っていたという。大谷翔平選手とは講師どもに二人三脚でやってきて、大谷翔平選手をここまで超スーパースターとして育てたバディとも言えるからショックだ。ただの通訳だけではなくて、運転手やキャッチボール相手、さらにプライベートの食事やゲーム相手など家族以上の存在でしょう。せっかく好調の大谷翔平選手のプレーに影響しなければよいけどな。奥さん同士も二人三脚で仲が良かったし、心の支えになっていたはず。山本投手の面倒も見ていたから、本日のメジャーデビュー戦にも影響しなければいいんだが、解雇理由がまずは悪いわな。芸能界や一般の会社でも儲かったしばらく後にマネージャーや社員が金を持ち逃げする事件後を絶たないよな。目の前に大金があると人間で狂っちまうのかね。自分はそんな大金を目にかかったことないので、そういう罪は犯せしようがないから、ある意味ありがたいのかも。水原氏はギャンブルに依存していたという報道もあるし、ギャンブル癖と目の前の大金、条件が揃っちゃったんかな。
昨日テレビに映った顔を見て一平さん老けたなと思った矢先にこれかよ。マーキンのあるところにいろいろ集まってくるから大谷さんも大変だよね。この悩みは生涯続くだろうから信頼できるパートナーと早く出会えることを願っています。 X で話題になって、またトップアスリートの足を引っ張るようなフェイクニュースかなと思ってたけど、なんか真偽がよくわからない感じになってるね。仮にこれが真実なら、大谷の結婚よりも個人的には衝撃的なニュースになる。大谷選手はこういった世間のくだらない話とは無関係とは思っていた。そう思いたいとも願ってた。今はパートナーもでき、精神面の状態にどう影響出るか本当に残念。それなりの報酬をもらっているはずなのに、ギャンブル依存症なのかな。マジか。何かの間違いでは、速報を読んでまずこう思った。信じられないが、事実であれば事実なのでしょうが、ショックだし、何より大谷さんの気持ちを思うととても心配になる。プレーに影響でなければいいけど、それだけを祈る気持ちだ。普通に仕事して大谷選手のサポートをしていたら、本当に生活は安泰だろうし羨ましいと思っていたけど、どうしてこうなってしまったのか。先日の星野はじめさんのニュースもだけど、周りの人がつまずいて離れることになるのはショックが大きいと思う。早く心を許せる仕事のできる新しい人が見つかると良いと思う。これ本当だとすれば、大谷選手や応援していた人にとって衝撃的な話。大谷選手の活躍には水原さんと二人三脚でやってきたイメージが非常に強かった。特にギスギスした様子もなく仲良くやっていたように見えたのだけど、ドジャースの入団イベントの時、一平さんのことをただのビジネスパートナーですというジョークで笑いを取っていたけど、まさかあの言葉にすでに含みがあったのかもしれないと思うと悲しいです。詳細が気になります。これが人間ですよ。完璧な人間なんているわけがない。ただ大切な人が周りに多い中、その誘惑に負けてしまうのは良くないよね。大谷にあれだけ信頼されていたからこそ、それがプレッシャーになりギャンブルに逃げた可能性も、どちらにしろ弁明のしょうがないです。立派な犯罪かと私たちも信じたくないが、水原元通訳の妻や大谷の方がよっぽどショックを受けているだろう。心の柱が一本抜けたようなものだからね。親への影響が心配だ。驚きました。取ったものが悪いというのが大前提で、一点だけ気になることが、雇用関係でベタベタに依存するのってあまり良くないんだよね。特にどんなに信頼しててもお金関係は注意しないといけない。日本人は特にプライベートで人を雇う習慣がないので、そのあたり下手なんだと思う。噛んだうのが私生活の相談までしていた。何に貴重品を盗まれてたことを思い出した。本人が関わっていなくても、近くで何かうさんくさい動きがあれば、リスクマネージメントとして何か対策しておくに越したことはないです。ただ、昨今はフェイクニュースなどもあるので、正式な発表を待ちたいです。